ライブ当日のギャルメイクは何分でできたの？え、もうほんと5分もかかってないんじゃない？3分とかじゃない？3分でも今日はちょっと自分でやってみるので3分は無理だけど、カシャ、もはやギャル、もうすでにギャル、ちょっと線引くの忘れた、今もう弱くない。じゃあ早速腕なんかまくっちゃって気合い入れて、じゃあ早速まずはベースメイクからやっていきたいと思うんですけど、こちらですね、こちらを使って。ギャルメイクって長くても30分あれば終わるよね、ピース。30分、ちょっと待って、うん、出たよ、ほら見ててね。今私はこんな感じです。見えるかな、この黒さ。なんか緊張する、なんで緊張するの、見てくださいこの黒さ、わかるかな。半顔とかやってみる、まずは半顔。そんなわかんない、いや、わかるな。ギャルメイク、まあ、とりあえず肌を、じゃあ一回半分塗ってみるね、半分ずつ塗ってみる、とりあえず。そう、ヤマンバ的なギャルになる。え、黒いよ今、真っ黒、うん、すごい治安が悪いわ。泥遊びした。今からギャルになるの。今何を塗ってるの。今はファンデーションっていうもの、出しすぎちゃった。ちょっと見えるかな、おでこ、ちょっとおでこは一回全部塗っちゃっていい、ちょっと光飛びであんま黒く見えないね、とりあえずおでこ塗っちゃう。え、めっちゃ黒いんだけど、おでこ綺麗、ありがとう。見て、こんなに違うの分かる、どうしたらいいんだろう、見えるかな、これこっち塗ってない方で、近くなればわかる、わかる、綺麗な子、ありがとう。ちょっと黒さをマナーを見てほしい、これが塗ってる方でこっちが塗ってない方、わかる。じゃあ全部塗っちゃうよ、ほら見て、わかる、写真撮っていいよ。これこれを広げていく、見える、全然違うでしょ。そうなの、結構てか、このファンデーションめっちゃノリいいんだけど、変えようかな。黒いね。シンプルに黒いねって言われた。まあ黒いの塗ってるんだけどさ、見えるかな、鼻も塗って。え、めっちゃ黒いんだけど、見える、無理。見て、この手と手のコートの色の違い。どこのファンで、これね、あれだよ、メイベリンのフィットミーリキッド、結構なんかまだ乾燥肌なんだけどさ、めっちゃこれいいかも、普通に買おうかな。てかこれ自腹なんだよね、普通にこういう時しか使わないけど、つけまとか、南国育ち。確かに
これめっちゃいいわ。普通に違う色顔、耳が白く見える。確かに。どう？濡れたんだけどどうですか。このメイベリンのファンデ、ギャルよく使うファンデで。あ、そうなの。やっぱそうなんだ。じゃあもう結構真っ黒になりましたね。こうしたらわかるんじゃない、これ。なんかおせんべいみたいな。もう OK かな、こんぐらいで。まあ、とりあえずライトつけてないよ、まだ。多分部屋がね、明るいからかも。手に塗ったらこんぐらい、こんな違い。ここ塗ったやつ、こうしたらわかる。めっちゃ暗いんだけど。すでに可愛い。ウホゲハ。見て。わかりやすい。ちょっと余ったファンデは拭き取りたいと思います。テニス部。あ、どう、え、ここまでは黒くないけど。てかシンプルにメイク上手くない？え、まだファンデーション塗っただけだよ。はい、ここまでやったら、どうやってやってたかな。なんか白いね、アイシャドウを鼻筋に塗ってた気がする。白い鼻筋にこういう感じで白いやつを塗ってた。手で塗っちゃった方がいいか、がっつり。いい推し、確かにいい推しの日なのに、こんなギャルメイクをしてこうやって白く、なんかすごい鼻が光ってる。こういう風に白いやつをこう塗ってた、鼻に。鼻に塗って鼻筋に白はギャルの定番すぎる。ちょっとさ、アドバイス教えて、ギャルメイク。でこうやってやってて鼻筋に、あとは涙袋にも白いの塗ってる気がする。これはちょっとチップで。そんなでも発色しないかも。発色してる？白。星集めから帰ってきたらだいぶ黒くなって、やっぱ黒いの分かる？黒いの分かる。白、あ、でもちょっとギャルっぽいんじゃない？ちょっとなんか平成ギャルって感じになっちゃった、なってるんじゃない？どう？まだつけまんやってないからあれだけど。どう？あと何すればいい？何すればいいんだ。目頭も白やるのか。こう。こんなん。おー、でもちょっとぽいんじゃない？どう？ちょっとなんか線も描いてみたりして、気持ち程度。ちょっとさ、でも下のラインのやつやりたいな。当日はメイクさんがメイクし、そうメイクさんがメイクしてくれて、だんだん変身してる。そうでしょ、やっぱつけまだよね。あとは
隙間もねあるので、じゃあ早速つけまつけていきたいと思います。つけまつげ、つけまつげさあどうやってつけたらいいんだろう。長めのアイライナー、ちょっと爪長くて爪長くて取れない、やばいギャルだ、爪長くてつけま取れない、ちょっと助けて、取れた取れた、これがつけまです。見えますか、これがつけまです。これのりつけなくてもつくのかな、のりつけた方がいいか。今からつけまをつけていきたいと思います。これどうやってさつけるの、よし、じゃあちょっと鏡を見てつけたいと、いて鏡を見ながらつけていきたいと思いますので、ちょっと一瞬消えます。あ、つけまつけられないんだよね待って笑っちゃう、どうついた、どうついた、これつけま、ちょっと浮いてるね、難しいつけまっ豪快な音した、ちょっとつけまメイクさんやっぱすごいな、つけまもうすぐ一瞬でピッて つけてたよ。ちょっともう一回挑戦する、どうしたらいいんだろう、まだ不器用すぎてさつけまとかつけられないんだよね。え、自まつげとつけまを抑えると馴染むよ、え、ギャルの先輩いるんだけど、待ってやってみる、あ、ほんとだ、え、でもちょっとさ目頭浮いちゃうんだけど、目頭浮いちゃう、あ、つけまむずい、みんな星投げありがとう、こんばんは、ね、ギャルの先輩いっぱいいる、つけまむずい、どう？ついた？ついたんじゃない？ついたんじゃない？目頭浮いちゃう、ね、目頭浮いちゃう、ついた？目頭浮いちゃうけど、まあつけられたことでしょう、ついたよね、これついた、つきました、ま、え、まぶたが重い、できた、
ついてる。すごいね、つけまつげで結構変わる。次左側やります。どうやってやるんだろう。なんか目頭がやっぱ浮いちゃうんだけど。どう？ついた？ついたんじゃない？つい待って、笑わせないで。ついたついた。アイライナー。おお、こんな感じだった気がする。こんな感じだった。ちょっと涙袋。これでぼかす。すごい。東京どう？粘膜ってどうやって埋めるの？取れちゃう。あ、ちょっと目頭切開のやつ書いてみよう。変わってる。ねえねえ、つけま取れちゃう。笑っちゃうんだけど。まつげ浮いてきちゃう。のりが足りないのかな。つけまってやっぱすごいね。つけまだけでこんなに変わるんだ。集中。オッケー。つけま両側カットした。え、カットするの？ついたかも。ついたついた。すごい。あとね、下にもね。どうやってつけてただろう、メイクさん。すごい長いやつをこうやってつけてたんだよね。こうやって。30秒くらい置くの？でもちょっとぽいんじゃない？あと何したらいいんだ？あと何したらいいんだ？すごくない？でもちょっとぽいんじゃない？なんかすごいことになってるけど、どうですか？二重延長ライン書いた。こう？こう？いいんじゃない？
あげもうちょい涙袋白入れたりラメ、あ、ラメね、ちょっともうちょっとし白足して、ラメ ギャルじゃない、いいんじゃない、わかる、アドバイス神なんだけど、どうどう、ちょっと髪型があれだけどぽいんじゃない、前髪ない方がいいかな、前髪ない方がいいか、ちょっとどうしたらいいの、前髪、前髪むずい、ギャルじゃない、え、ギャルでしょ、ギャルじゃない、これ何じゃ、どうしたらいい、これはこれで可愛い、あとなんだろう、もう終わっちゃったんだけど、終わっちゃうんだけど恥ずかしい、ちょっと今初めて来た人びっくりだよね、あの普段はこういうメイクじゃないんですよ、普段はこういうメイクじゃなくて今、あ、ちょっとここら辺にもハイライトとして塗っちゃおうかな、こういう感じ、すごいな、ギャルすごい、こんな感じ、まなちゃんかわいい、絶対嘘じゃん絶対嘘じゃん、今来た、ギャルメイクしてるよ今、あと何すればいいんだろう、口、大丈夫、かわいい絶対できたんじゃない、ちょっとギャル、どう、再現できてる、こんなことやってたけど、わあキラキラありがとう、下まつげつけ、え、下まつげってさどうやってつけるの、こう、こう、つけた方がいい、え、メイクさんどうやってつけてたっけ、ラメ、ラメはねどうだったかな、あった、ラメ、ラメをつけます、でもこれわかんのかな、わかんなくない、つけても、かいちゃんは今いないですね、かいちゃんは今 YouTube の撮影に出かけてるので、上も下もラメで、じゃあ結構がっつりラメ、おお、キラキラした、確かに帰り多分気絶して寝てる今、あの子すぐ気絶するから危ない、ちょっとつけまつげ解いてきちゃう、いいんじゃないですか、でもあのさ涙袋結構ある方だからさ、すごい目が、星シールいいんじゃない、ちょっとギャルなんじゃないですか、シュシュとか使ったりして、どんぐらい、ちょっとぽいんじゃない、
え、もっと暗くてもって言うじゃん。めっちゃ黒いからね、肉眼で見たら結構黒いんよ。結構黒いんよ。チークって入れるの？どうやって、どうやってたっけ。チーク、チークこれ発色するかな。サーヤみたいはやめて。サーヤじゃないでしょ絶対。かわいそうだよ。ギャルじゃん。あと、あ、チークじゃピンク、いつもオレンジだけどちょっとピンクにしてみる。あ、でも発色するわ。ギャルじゃん。ギャルじゃん。どうどう。あ、ピンクくなった。アゲーン。え、ギャルじゃん。なまっちゃった。ピンクチークでギャル感増す。あ、よかった。ピンク最近ね、まあ、いつもオレンジだったんだけどちょっとピンク買ってみようと思ってピンク買ってみたの。どうよどうよ、仕上がってきたんじゃない？あ、いいんじゃない。ちょっとこれ眉毛も細眉意識。あと何だろうな、何が足りないんだろう。カラコンしてないな。あとなんだなんだ、後ろに下がると黒いの分かる。そうでしょ。どうしたらいいんだろう。ちょっとハイライトちょっと入れてみるとか、丸く。どう？あれ？びっくりした。時間過ぎちゃったかと思った。全然大丈夫だった。30分。これから渋谷行こうぜ。え、当たり前じゃん。今からえ、渋谷行く準備してるんだけど。こっち渋谷行く準備だよこれ。今から渋谷行くからさ、丸九集合でみんな。いいんじゃない。あと何が足りないんだろうな、何が足りない。部屋間違えました、ごめんなさい。ねえ、間違ってないから。これどう。イエー。わあ、キラキラとかないな。キラ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 。メールでメールするね、この写真で。びっくりしないでねみんな。ちょっとここら辺になんかクロミちゃんとかいたりして。クロミちゃんいいんじゃない。お、ぽいんじゃない。ちょっとこれいいんじゃない。これちょっと後片付けしていい。あとなんだろうな、アイライナーとか。マナがゲルメイクしてるから何かしてね。かわいい、かわいいんだけど。目頭かな、やっぱ目頭だよねきっと。目頭をいい感じにキュッとさせたい。いいんじゃない。ちょっとなんかいかついカラコンすればよかった。つけまつげが取れちゃう。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ギャル。下にもライン引いて、下にもライン引く。ちょっともうアイラインでゴッと引いちゃおうかな。
でもそう考えるとさ、ギャルってメイクめっちゃ上手だね。どう見えてんのか分かんない。もうつけまが重すぎてちょっと、いや好みな女の子本当に言ってる？いや、カラコンしなくても目力強い。ラメラメの飾りね、ないんだよね。なかった。なんかハート描く、描けるかな。リップとかでハート描いちゃう。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こっちにも描いちゃう。いや片方の方が可愛いか。いいじゃんいいじゃん、ハート。どうどう、ギャル。ギャル顔隠す。いいじゃん。わかった、ノーズシャドウだ。ノーズシャドウ天才でしょ。ノーズシャドウ、うわー、目濃すぎちゃった。こんな濃い色でやったことないから濃すぎちゃった。まあ濃すぎぐらいがいいのか、濃すぎぐらいがいいか。もうずっとこれでいこうよ。嘘でしょ、絶対絶対思ってないでしょ。ノーズシャドウしてなかったね。いいんじゃない、どうどう。なんかこれハロウィンのコスプレみたいになっちゃってるけど大丈夫ね。ノーズシャドウ大事だよね。いいんじゃないですか、どうですか。すごい、こんながっつり引いたことないんだけど、アイドルしててどう。いいんじゃない。今描いてる筆は自分で買ったもので、え、そうですよ。いいんじゃない。おお、10分前？早っ、やばい。え、でもちょっと完成してきたよね。どう？完成してきたよね。ほうれい線とか描かなくていいか。ハロウィンのコスメじゃなかった。どう？いいんじゃない？ギャルって可愛いよね。可愛い人多い。うちのつけまつげが、え、いいじゃん。ちょっとここら辺アイシャドウ濃くしようかな。茶色だとあんま発色わかんないね、肌が茶色くしてるから。あ、アイシャドウかも。アイシャドウだ、アイシャドウ。いいんじゃない。どうよどうよ、アイシャドウじゃん、ほら。アイシャドウじゃん。イエーイ。渋谷なう。カシャ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 。イエーイ。いつめんなう。一人。かわいそう、一人。一人なう。ぼっち。ぼっちなう。いいじゃん。じゃあスクショタイムする、早速。まだ早い。あと何が足りないか教えて。いいじゃん。あ、すごいコメントが。10歳は抱えた。うれし、うれぴー、ちゃんまなうれぴー。一面が募集、ちょっと一面募集中。
一面募集中なう無理なんだけど、ちゃんまな、そう、え、アーシュの名前ちゃんまな、ちゃんまな、下まつげ、下まつげさむずくない、つけるの。あ、落ちちゃう。下まつげむずいね。え、どっか行っちゃった、やばい、虫に間違えそう、見つけた時。やばい、2個もな、びっくりした、袖で、ね、待って、袖、袖にさ2個もあるんだけど、袖に2個入ってた、ちょっとやめて、これむずくない？2個、こう、おーぽいかも、ぽいかも、え、ちょっとこれ違うよね、ちょっと違かった、下まつげはちょっとメイクさんにしかできないわ。え、ウケる、悪い、もう反省そうだ、歌いたいんだけどないんだよね、悪いことしちゃったと、うつむくな、1ミリも反省してない、いつもの君でいて、これは魅力的清楚です、そうですよ、私なりの清楚メイクしてみました、オゲーね、このさちょんまげさ懐かしい、わあ、推ししかかった、ありがとう、こんなこんなメイクしてるのに推ししか勝たんっていうギフトくれた、優しい、今日はいい推しの日らしいよ、30、じゃあ26分になったら壇上、壇上じゃない、スクショタイムして、もうやっぱギャルなんでギリギリ攻めていこうかなって、29分に壇上読んで28分にスクショタイムにします、やっぱり29分に壇上で28分30秒にスクショタイム、ギャルなんで私ギリギリ攻めてきます、ちょっと今ぼっちなんですけど、一面募集中、あのちゃんまなの一面になってもいいよっていう方は、まあ丸九集合でね、なまっちゃうんだけど、マルキュー集合でこの後、まあ、ちゃんまのはチャリとかで行くんですけど、まあ、みんな好き勝手に来てくださいちゃんまなでよ、次は、次の配信はちょっと明日のスケジュールのことを話しながら、メイクをもう全部落としてすっぴんになりたいと思うので、すっぴんになる過程を見たい方ぜひ、ね、でもさこの時間さずっとこの顔なのちょっと無理、やばくないちょっとハイライト足りない、ディア・ジェイとか似合いそう、本当？ディア・ジェイあるのかな、一曲歌うのもあり、あるのかな、なさそうじゃない、ディア・ジェイってどうやって、ないわ、ない、あった、ちょっと一曲歌おうかな、ちゃんまなが大好きな曲、ちゃんまな、
なんか固まってんだけど。ね、窓の画面固まってんだけど。一面募集中。Dear J、振り向いた君は。曲は終わりにして、じゃあみんなありがとう。次の配信はメイク落とす配信なので見に来てね、待ってるね、あげー、バイバイ。